東京ドーム10個分の広さを持つリコーエナの森。50年前、リコーはここに工場を設立。それから50年、工場に隣接する森は手つかずの自然の状態で残りました。2010年、リコーは森を復活させ、貴重な動植物を守り、次の世代に引き継いでいく豊かな里山の森として残していくことを決めました。リコーエナの森プロジェクト、人と自然が共存できる幸せをつなぐ千年の森づくりで、森に入るとですね、それまで、鬱蒼としてた森がですね、自分たちが活動することにおいて非常に生きた森になってくるという、森が蘇ってくるなという感想を持っております。森は人に生きる豊かさを与えてくれます。森の中で自分で歩いて見つけて体験する、そうするとすごい子供が変わってきて、なんかいろんなことに自分から挑戦していけるようになってきました。2010年から社員ボランティアを募り、森を再生、貴重種を保護する保全活動を行っています。で、森を作るっていうことは、森だけじゃなくてそれを支えている、逆に言うとそれを恩恵を受けている地域のためになることですので、いい関係が築ければいい、その一歩目になればいいと思ってますので。2014年には地域の人たちも参加、毎月1回下草刈りや間伐を行い、森に光と風を入れ、生きる森にしています。子どもたちにもいい影響を及ぼしますし、まあ、何より大人がこう生き生きとした環境を生み出すことができると思うので、その地域の人のこう誇りある場所を作っていくということでも役立つと思っています。より一層地域の方が自分たちの森だなっていう意識をこう持っていただけるように、自分の孫、まあ、ひ孫、まあ、そういう人たちがやっぱりこの森で楽しめるために僕たちは参加してるんだと。100年の森、1000年の森というふうにして続いていくといいな、まあ、少しでも自然が再生していくというような。リコーエナの森はみんなが笑顔であり続ける幸せをつなぐ千年の森づくりを目指していきます。